トリーヤは、ドイツ連邦共和国ラインラントプファルツ州の都市。人口は、約10万人。トリアーとも表記される。かつては、舞台ドイツ語式発音に基づいて、トリール、トリエルと呼ばれたが、近年では、現在の標準ドイツ語の発音に近い、トリーヤが主に用いられる。モーゼル川沿いに位置するトリーヤは、古代からの交通の要所地であるとともに、古くから、 フランス文化の影響を濃厚に受けていることもあり、ドイツワイン発祥の地であり、世界的ブランドとして有名なモーゼルワインの一大生産地である。近隣の都市としては、約95キロ北東にコブレンツ、約40キロ西にルクセンブルクが位置する。フランスのメスにも近い。1995年には大洪水によって大きな被害を受けている。 トリイアの公用語はドイツ語であるが、フランス東中部のロレーヌ地方と隣接していることもあり、フランス語を会話する住民も多い。その起源は、ローマ植民地アウグスタトレベロールムにあり、起源前に建設されたドイツで最も古い都市である。かつて、ローマ帝国がヨーロッパ進出の拠点とし、第二のローマと言われた。ローマ人は支配の証として、都市の建設とともに、 地中海文明をこの地に持ち込んだ。紀元前一世紀初期に集落が形成された。ローマ皇帝、クラウィウス地下において、将棋盤上の道路網が整備されていたことが明らかになっている。ゲルマン族の侵入を契機に、173年、174年、285ヘクタールの居住地を囲む史壁が築かれた。ポルタニグラは当時に由来する。 二世紀テラシジラータと呼ばれる陶器の生産が行われた。三世紀後半には市教座が置かれた。275年フランク族によって破壊されたが、コンスタンティノス大帝らによって都市再建がなされ、ベルギカの中心地、ローマ帝国の皇帝、副帝、新ミカドの本拠地として、周壁、間285ヘクタール内に6万人の人口を要する、 アルプスイ北最大のローマ帝国都市となった。ベルギカプリーマの中心都市トリーアはラインウガンのゲルマーニアに対する皇帝の攻撃政策の拠点であり、ガリアの都市下の拠点であり、商業の大中心地であった。周辺には重要な街道が集中し、近傍には橋が架けられ、市内には広大な円形劇場や豪壮な住宅が建設された。トリーア人は、 ボルドーやリヨンでも商人として活躍した。毛織物業は、豚野性的に統合された大手工業であった。コンスタンティヌス大帝の時代、鳥屋を囲む、周壁間は285ヘクタール、4世紀、の人口はほぼ6万人であった。326年、宮殿の豪華大広間が取り壊され、その跡地に大きな二つ連続の聖堂ができた。 教子の二重聖堂が大聖堂と聖母マリア聖堂として残っているのである。ヒエロニムス、アタナシウス、ラクタンティウスは古代キリスト教の司教都市トリーヤに滞在し、同地の立派な図書館を利用した。アタナシウスはアリウス派との論争で336年から337年、ガリアに追放され、トリーヤに亡命したが、その間、聖アントニウスの修道制を、 ヨーロッパ大陸の奥深くに伝えた。ヒエロニムスはトリーヤをケルト語地域として記録している。この地に居住していたトレウェリ族はゲルマン人の一派だったが、後にケルト化された。475年フランク族によって征服された。6世紀初頭メロビング町、フランク王国に帰属した。6世紀、7世紀、の人口はわずか数千人に過ぎなかった。九世紀、 約20個の教会、礼拝所があった。以後も、宗教施設の建設が続き、主治の教団が修道院等を設置し、14世紀には、ベギン会の会館も見られた。882年ノルマン人の襲撃により、荒廃した。10世紀からユダヤ人の居住が見られる。13世紀には、シナゴーグ等もあった。1338年頃には0.7ヘクタールの、 地に300人を超す住民が生活し、遠隔貿易や金融業に従事していたが、1349年の迫害によりユダヤ人居住者は市内にほぼいなくなった。1418年にはユダヤ人は広司教区からも追放された。中世鳥屋の経済活動で知られているのは、養業、塩の取引、貨幣の鋳造、ワイン製造などで、 ワイン絞り機は14世紀に43個あった。当時、の人口は約1万人で中都市に位置づけられる。1473年代司教は、トリーヤに大学を設置したが、それには、市も大きく関与した。14世紀、トリーヤ広塚佐教に、ルクセンブルク家のバルディンが就任して、一族のカール4世の神聖ローマ皇帝即位に貢献した。 このためトリーヤ大司教は、金印直所で定められた、選定校の一人となり、ドイツ国内で強い勢力を誇った。古代ローマの大屋上ットトリーヤ、大聖堂ローマ帝国から伝えられた、ドウ栽培とワイン醸造の技術は、当初、赤ドウであった。しかし、スレートと呼ばれる石の、多い、痩せた土地のトリーヤでは、十分に育たなかった。 そこで養分が少なくても育つ白ブドウを植えることにして、鳥屋の人々は土にあった白ブドウの品種を選び出す。それが脈々と引き継がれ、現在のモーゼルワインとなっている。ドレイファス、トレベスといった古くからのユダヤ人の姓は、この町の出身の家系だと言われる。ありがとうございます。